2020年の北海道日本ハムファイターズでは2020年シーズンについての北海道日本ハムファイターズの動向をまとめる。このシーズンの北海道日本ハムファイターズは栗山秀樹監督の9年目のシーズンである。チームスローガンは羽ばたく。2019年シーズンは7月には優勝争いに加わったものの8月以降失速し5位でシーズンを終えた。 ドラフト会議では JFE 西日本の河野達夫を1位で指名した。社会人を1位指名するのは球団では2000年の岩友和以来である。河野以外では、投手3人、保守1人、内野で1人、外野で1人に加えて育成3人の計10人を指名した。オープン戦は6勝6敗2分で6位だった。本節では、 前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合と、挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、 対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、本シーズン開幕から終了までの入り対談について、記述する。色付きは規定等級回数以上の選手、色付きは規定打席以上の選手。ありがとうございます。